はい、どうも、たかひろです。今回はですね、前回作りましたこちらですね、絶品トンテキのソース。これを使ってね、実際トンテキを作っていきたいと思います。このね、絶品トンテキソースの作り方の動画をね、まだ見てない方はね、概要欄に URL 貼り付けておきますんで、そちらから、ご覧になってください。じゃあまずね、材料の紹介したいと思います。まずね、お肉。これね、今日この豚の肩ロース用意したんですけど、ちょっと変な形ですけどね、普通ここにもうちょっと油ついてたりするんですけど、これしか売ってなかったんでね、今日はこの肩ロースでいきます。これがね、一番ね、トン的に合った肉だと思いますね。まあなければね、ロース肉とかね、豚バラの薄切り肉、そういうのでも作れますんで、今日はこれ2枚使います。そしてこれはね、ニンニク、だいたいね、1枚に対してね、小さければ3個ぐらい、大きければまあ 1.5 から2個ぐらいをね、今日ちょっと大きかったんでね、この2枚に対して、3個用意して、それを半分に、切って芽を取ってあります。そしてこの絶品トンテキソース、これがだいたいね、1人前ね 70cc ぐらいあればね、いけるんで、今日は1枚に対してね、70使うんで 140cc。 はい、次にあとバター、これ 10g です。あと豚肉をコーティングするのでね、焼く前にね、これ小麦粉適量です。あとこれニンニクね、ちょっと揚げるんで、その揚げる用のね、サラダ油、それ分量外で使いますんで。以上がね、この絶品トンテキソースを使ったね、トンテキを作る材料です。じゃあもう早速ね、作っていきたいと思います。はい、じゃあまずね、この豚肉の下処理からしていきたいと思います。じゃあまずこのね、肉叩きで、軽くね、こう叩いて、繊維をね、ほぐしてあげます。叩くことでね、繊維がほぐれて柔らかくなるんですね。そのまま焼くよりもね、少し叩いた方がいいです。強く叩いてね、こう伸ばさなくてもいいですよ。こう全体を軽くね、裏表叩くことでこの繊維がほぐれますんでね。そして次にね、この筋切りね、この辺の脂身と身の間の筋を切ったりするでしょう。今日はね、もうそんなね、手間のかかることはしないです。これキッチンバサミ、これでね、こうザクザクっと 1.5 から2センチぐらいの間隔でもう切ってあげます。これまあグローブ切りと言うんですけどね。はい、こんな感じでもうこれでいいです。この方法だとね、筋切りをしなくていいですしね、火の通りが早いでしょ、すごく楽なんで。はい、じゃあ次ここにね、小麦粉薄く全体に振りかけます。はい、できました。はい、これでね、豚肉の下ごしらえは終わりです。じゃあ次ね、フライパン使ってニンニクをね、揚げていきたいと思います。はい、じゃあまずね、フライパンにサラダ油入れます。そしてそこにニンニク入れます。これまだ火ついてないですよ。それでニンニク入れたらね、火をつけます。火はね、弱火です。そしてね、こう少し傾けてね、ニンニクがこうちょっと全体浸かる感じで、もしここでね、浸からないようであれば油足してください。そしてね、こう低い温度でじっくりこう、気長にね、こうニンニクを揚げていきます。はい、ちょっと今ね、ふつふつとなってきましたね。はい、そしてね、時々こうやってね、返したりして、全体が色づくようにしてください。はい、ちょっと色づいてきましたね。これぐらいになったらね、OK です。そしてこれね、まあ油ごと、ニンニクね、取り出してください。はい、じゃあこのね、ニンニク取り出したフライパンに次ね、バター入れます。そしてね、今取り出したガーリックオイル、もう小さじ1杯ほど風味付けにね、入れてください。はい、そしてここで中火からちょっと弱火ぐらいですね、火につけて、はい、バターを溶かします。はい、こういう風にね、全体にバター伸ばしてください。そしてここにね、お肉入れます。強火で一気に焼くとね、外焦げて中火通らないんでね、中火より少し弱いぐらいの火でじっくりと火を通します。はい、今3分ほど経ったんでね、ちょっと裏見てみますね。あ、いい感じですね。こんがりと焼き色ついてます。これぐらいになったら裏返してください。そしてね、裏面も同じように焼き色がつくぐらいね、焼いていきます。ここでちょっとね、油が多いようだとね、キッチンペーパーなんかで少し拭き取ってください。全部拭き取らなくていいですよ。ちょっとぐらい残っててもいいですけどね。今ね、ここ豚肉8割ぐらいまで火通ってます。で、ここにね、ソース、一気に流し込みます。揚げたニンニクも一緒に入れます。そしてちょっとだけね、中火より少しね、強いぐらい火力にして、
このソースをね、こう沸かします。ここでね、最後ソース絡めながら豚肉にね、火を通していきます。でそしてこの豚肉にね、さっき小麦粉振りかけたでしょ。それでね、ソースにとろみがついてくるんで、たまにこうやってね、鍋ゆすったりね、時々こう裏返してあげてください。はい、だいぶもうソース煮詰まってきましたね。とろっとしてきました。しっかり肉にもね、絡んでます。このね、泡がね、少しこうプツプツと大きくなってくると思うんで、これぐらいになったら OK ですね。はい、じゃあ盛り付けたいと思います。今回このね、白くて平たいお皿にね、キャベツの千切りとトマトとブロッコリー添えてみました。もうこれは何でもいいです。好きな野菜添えてください。はい、そしてここにね、もう乗せるだけです。はい、そしてここにね、ニンニクと残ってるソースね、しっかりかけてください。はい、こんな感じで完成です。これ本当にね、めちゃくちゃ美味しいんで、この絶品トンテキソースもね、作り方そんなに難しくないので、ぜひこれね、作ってみてください。以上が絶品ソースを使ったトンテキの作り方でした。